皆さんこんにちは。株式会社ボールドソリューション事業本部技術部の松本です。株式会社ボールド取締役の福井です。本日はボールドの取締役の福井さんにお越しいただきました。福井さん本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ボールドチャンネル、前回福井さんに妹の話したじゃないですか。はいはい、あの業界の軸どこにしたらいいって。はいはい、そういう話しましたね。あの福井さんの話をそのまま話したんですよ。したらすぐにエンジニアになるって言い出し始めまして、もう言っちゃってるんですか。決まっちゃったんですよ。まあ確かにね、今の日本だといい業界っていうのが少ないって言ったので、介護なのか IT なのか、まあ一部観光なのかみたいな話の中で、やっぱり今だと本当に IT がいいよねっていう話がありで、 IT の中でも今本当エンジニア技術職がすごく数が逼迫しているので、今なら文系未経験からでもね、なれるチャンスの多い IT 業界かつ技術職が魅力的だよねという話はしましたけど、もう決めちゃったんですか。もう決めちゃいました。結構もうその場で、じゃあもう姉妹エンジニアってことだね。姉妹エンジニアってことだね。お姉ちゃんを見てやりたいなって思ってくれたのかなって。あ、でもそれはちょっと嬉しいですよね。すよね、あれとしてなんか自分の働いてるところを見て、妹がああいう仕事もいいのかもしれないって思ってくれるっていうのはすごくいいですよね。はい、ボールドチャンネル、そこで妹に聞かれたのが、今エンジニアの募集ってすごい多いみたいで、どこに入ったらいいのかわからないって言われて、私もわかんないんで教えていただきたいです。エンジニアね、今すごく日本で足りていないので、新卒の学生さんの募集もすごく多いですね。大きく分けるとですね、例えば楽天さんだったりとか LINE さんのような、いわゆるその皆さんが本当にもう広く使っている IT サービスを直接的に世の中に提供していらっしゃる会社の社員としてエンジニアになるとか、それから SIR と呼ばれている人たち、いわゆるそのシステムインテグレーターといって、あらゆる産業の大手企業の基幹システムを一手に引き受けてシステムを作ってあげている方々の SIR と呼ばれる人たちの社員になる方法、そしてその SIR という人たちや、もしくはさっき言った楽天さんや LINE さんみたいな IT エンドと呼ばれている人たちに派遣され、客先常駐型で働く SES という業態の企業のエンジニアになる。それであとはね、まあ、例えば最近だとスタートアップできたばっかりの企業で、これからこういうサービスで世の中を広げていきたい、世の中を良くしていきたいとか、もしくは自社のサービスを1個持っていて、それがこの後大きく伸びるかどうかは分からないんだけども、そこをやるエンジニアを募集している会社みたいな感じで、まあ大きく分けるとね、超巨大な IT サービスを提供している企業か、 SIR といって他の大手の企業の基幹システムを請け負ってやってあげている企業か、もしくはその SIR にエンジニアを派遣して客先常駐型で働くスタイルの SES の企業か、そうじゃなかったらできたばっかりのこれから世の中をどうにかしていこうというスタートアップの企業かみたいなところが、エンジニアになる選択肢として大きく分けた4つのパターンになりますね。いろんなパターンがあるんですね。そうなんです。ボールドチャンネルで、すると妹はどこに行けばいいんですか ね、 ね、文系未経験でしたね。そうです、はいはい、今4つぐらい言いましたけれども、例えば最初に言った楽天さんとか LINE さんみたいな超巨大な IT サービスを提供しているメガベンチャーっていうのは、正直文系未経験からだとエンジニアとして採用されるのはハードルが高いです。 SIR、 それから SES の企業、この辺は文系未経験からでも今チャレンジできる、まさにあの前回話したエンジニアが全く枯渇しているので、本当にチャンスが開かれている領域ではありますね。あとまあそのスタートアップでこれから自社サービスを広げていこうみたいな会社さんも取る場合はあるんですけれども、スタートアップでやっぱできたばっかりだったりとかするので、全くの文系未経験から一流のエンジニアに育てていくみたいな仕組みとかノウハウや土壌がなかなかないのと、あとやっぱりその自社サービス自体がね、まだこれからのサービスなので、どこまで伸びるかわからないとかっていうことでいくと、文系の妹さんだったら SIR か SES かなっていう感じかなと思います。なるほど、確かにそうですよね。ですると妹だったら SIR か SES になるのかなって思うんですけど、どっちがいいですか。そうね、まあね、これは自分たちが今 SES の会社でやってるからっていうのもあるんですけど、正直文系未経験の妹さんが本気で一流のエンジニアになりたいんだったら SES がおすすめです。やっぱ SES がいいんですねSES がいい理由をちょっと詳しく教えていただきたいです。はい、これはですね、案外と世間でね定説になってないんですけれども、僕がこの業界にいて一番 SES がいいなと思うので大きなポイントが一つあります。結論から言うと、ピラミッドがむちゃくちゃ多いことです。これはエンジニアに限らずね、全てのサラリーマンにおいて言えることなんですけど、一流になっていくためにどんどんこうステップを上がっていこうとすると、どっかで上が詰まることが多いんですよ。一個上の階級に上がりたい、一個上のフェーズに上がりたいんだけども、そこにはもうすでにやってる先輩たちがいて、ちょっと待っとけとか、席が今
今ないとか、うん、これね、あの昔から縮図なんですよね。サラリーマンがなかなか上に上がりにくい、そこがね SES って実は全くないんですよ。そうなんですか。そうなの。これは実はすごい珍しいことで、ピラミッドの上がつまらないっていうのはもう奇跡的なことなんですね。なんでかっていうと、 SES の企業ってさっき言ったエンドユーザーとか SIR さんにどん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 派遣していくわけなんで、もうプロジェクトの数が今世の中に5万とか場合によっては50万プロジェクトとかあるわけなんですよ。なのであるピラミッドの中で A さんが頑張って何かスキルがついてできるようになりましたと、次のステップに行きたいなと思った時に、もちろんそのピラミッドの中で評価をされてどうぞ次のステップへってこともあるんだけれども、そこが今なかなか空きがないよってなった場合に、分かりました、じゃあその A さんの代わりの人を次の人を入れますんで、 A さんは別のピラミッドの1個上のフェーズにチャレンジしましょうってことができてね、これがちょっとうまく今説明しきれないんですけども、これまた別にね、どっかの機会でなぜそのピラミッドがすごいかっていう話はしますけど、そのピラミッドがたくさんあるので上が詰まってて自分が次のフェーズに上がれないっていうことがなくて、これ営業力がある会社に限るっていうちょっといろんな条件がついてくるんですけれども、ピラミッドが世の中に5万個あるおかげで、自分が力さえつけて勤勉に頑張ってさえいけば、どん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 スキルが上げ続けていけるっていうのが SES の一番の魅力です。確かにそれって改めて言われるとすごい魅力ですよね。そうなんですよ、はいはい、ワールドチャンネル、あれ松本さんも現場変わったんじゃなかったっけ。そうなんですよ、半年ぐらい前にスキルアップして現場移動になりまして。そうなんです、はい、だから結局ね、その移動しなければスキルアップができないわけじゃないんだけれども、うん、移動する先がたくさんあるから待たされずに常に頑張れば頑張った分だけスキルアップしていけるって、そういうことなんですよ、うん、ワールドチャンネル。でも SIR もピラミッドたくさんありません。そうですね、SIR の人たちそのものがもうたくさんのね、もうそれこそ50社100社1000社から依頼が殺到していて、いろんなプロジェクトが常に並行し走ってますから、 SIR さんも実はピラミッドは多いんです。それでもなお僕が SES の方がいいなと思う点がもう一個ありまして、じゃあ今からそこをね説明しましょうか。お願いします。まず結論から言いますと、 SES でないと本当のゴリゴリの一流のエンジニアにはなりにくいということが言えます。そうなんですか。いや実はそうなんですよ。それねちょっと一概にパッと説明できないので少し丁寧に説明していきますね。 SIR さんと SES の一番の違いっていうのは売上のね立て付けが違うってことなんです。 SIR さんは本当にたくさんの大手の企業からこのシステムを1本10億円で作ってくれ、1本20億円で作ってくれみたいな大きなシステムをドーンと受注する人たちなんですよ。それをたくさんのエンジニアを使って半年とか1年とか場合によっては2年5年かけて作っていくわけですけども、そこには当然人が全然足りなくて、さっき言ったようにねボールドのような SES からも人がどんどん送られていって大きなチームが作られて作っていくわけなんですが、あくまでも売上は何を何本受注したかなんです。それに引き換え SES は一人一人をいくらでお客さんを先に派遣するかっていう話になってくるので、例えばねいつまでも本当に最前線でコードを書きまくりたいっていう人はスペシャリストとしてコードを書き続けることもできるし、一方で早めにリーダーとかマネジメントとかそちらの能力をつけたいっていう人はもちろんきちんとした技術力があった上ですけども、かつ人間力もねつけた上でですけども、早めのタイミングでリーダーやマネジメントになっていくこともできて、その人がどういうエンジニアになりたいのかっていうことに合わせて次に何を経験できればいいかを営業が取ってくるみたいなことができるので、 SES ではねちゃんと勤勉に頑張る人であり、会社がしっかりしていて営業がちゃんと強ければ自分の夢が叶いやすいという、そういう特徴があるんですよ。 SES にいるので気づかなかったんですけど、めちゃくちゃ恵まれた環境にいるんだなって気づけました。働いてる私でも聞いていてワクワクするようなお話でした。福井さん本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。